こんにちは。チームパブリッシャーの坂本が早稲田ビジョンの発表をさせていただきます。タイトルは頑張るから本気へ、社会を意識する早大生です。本発表では早大生の行動力を中心に考えていきたいと思います。頑張ると言いますと、やる気は本人の裁量に任されており、本気とは言えません。我々ですが、行動力が伴わない声は本気とは言えないので、我々は早大生が社会を意識することで行動力をマックスまで高めていく提案を行っていきたいと思います。発表の構成はこのようになっております。では背景と目的からお話ししていきます。私たちは早稲田の留学制度でオックスフォードに短期留学をしました。そして上級生と下級生の行動力の大きな差を実感しました。下級生の行動範囲はとても狭く、上級生の行動範囲はとても広く、夜は毎日夜のようなパブに繰り出していました。この行動力、貴重な経験をものにしようという意識、この意識は一体いつ培われてきたのか。タイトルになぞらえて言うならば、頑張るが1、2年生で、本気が上級生です。そしてそこで私は上級生にこの意識は一体いつ培われたのかと聞いてみることにしました。最初は、なかなか取り合ってもらえませんでしたが、毎日一緒に飲んでいくうちに就職を意識したことに起因するという返答が得られました。確かに私たちが宿泊したオックスフォードの寮の学生たちも同学年であるにもかかわらず、弁護士や官僚を目指していたり、すでに社会を意識していました。彼らは毎日イベントを企画してくれ、その行動力にはとても驚かされました。そこで私は、物事に本気で取り組んだ経験は社会で必ず役に立つはずだという結論付けました。そこで私たちは2つの目的を次のように設定します。1つ目は、下級生のうちから行動力を身につけてもらうために、下級生のうちから社会を意識してもらうこと。もう一つは、社会を意識することによって本気になった学生たちのために、より社会で通用する実践的な専門知識をの活用方法を教育していくということを目的の2つとします。これはすでにゼミや研究室等で実践されている面はありますが、人は何に対して興味を持つか本人にすらわからないものです。現行の授業では、人数が多すぎる、やる気に偏りがある、自分の専攻すること以外の科目を学ぶ機会が少ないなどの問題点が多々あります。しかし、やる気さえあれば誰でも取れるようにするための授業体制が必要です。現状の段階では、文系の人が理系の科目に興味を持ったり、理系の人が文系の専門科目を学びたいと思ったときに学ぶ機会が少ないです。これを打破していくことを目的の一つとします。それでは、この目的に対するアプローチをご説明していきます。大学として学生にどうアプローチをして目的を達成するかということを考えたときに、大学ができるのは授業であると考えました。そこで我々は目的を達成するために新しい授業を提案します。一つ目の目的の対象は下級生全員であるため、必修科目としてメッセージを発信します。二つ目は、特定の専門分野で本気になった人のみを対象とした授業になるので選択科目とします。また特定の専門分野で本気になった学生なら誰でも受講できる場として提供する科目であるため、分離は関係ありません。よって分離の壁を取り払ったオープン科目とします。もちろん院生も含め全学年履修可能とします。目的に対するアプローチを分かりやすく模式図で説明したいと思います。まず、下級生の早大生全員の意識を高くしたい必修科目ですが、全員を対象とするので意識の高い人と低い人がいます。これに対して大学の発信する必修科目を通して、意識の高い学生にはもっと意識を高めてもらい、意識の低い学生も社会を意識することによってまたこの意識を高めてもらいます。次に、選択オープン科目では、意識を高めた人の中でも特定の専門分野で本気になった人のみを対象とした極めて専門性の高い授業を行います。複数の専門知識を有する極めて知識の高い人間に育て上げるための手段とします。それでは、必修科目について稲見が説明を行います。まず、学生が、
意識を高めるきっかけの場として先輩メンターワールドカフェといったクラスを設置いたします。このクラスでは上級生 OB OG の方がメンターになり、3回の中で就職、大学生活、社会といったテーマに対してメンターが自由に語ってもらいます。その中で本気になった経験、それがその後役に立ったことなどを語ってもらうことで、学生が早いうちから何かに本気になると、本気で何かに取り組みたいと思うような機会を作りたいと考えております。ただしこういったことに真剣に取り組んでくれる学生はもともと意識が高い学生であるといったことが考えられますので、一般的な学生は社会など先の話に、真剣に耳を貸してくれるとはあまり考えられませんので、ではどうするかと言いますと、授業の一環としてとメンターと一緒にご飯を食べるといったような機会を作りたいと考えております。メンターにご飯を、おごってもらうことで学生は、間違いなく真剣に話を聞いてくれるだろうと考えております。話を聞いてくれる、話を一度聞けばメンターのリアルな、経験談によって、刺激を受け、意識が高まるというふうに考えております。その中で、大学が提供できる場として専門知識を磨きたいと考えた学生に対しては選択オープン科目といったものを設置したいと考えております。こちらについては後で松岡が説明を行います。最後に運営方法ですが、左の図のように、大きめの会場を確保しまして画用紙等を用いて講義を行います。また基本的に OB OG の予定を考慮しまして6、7限など遅い時間帯に行います。そして授業後には生徒と一緒に交流する機会を設けたいと考えております。はい、それでは、選択オープン科目について松岡が、はい、説明させていただきます。こちらの選択オープン科目ですが、この2つ目の目的であった、社会に通用する専門知識、実践的なものを総大生に見つけてもらおうというこの目的を達成するための、選択オープン科目です。でこれを実践するためにやはり、実践的な授業が必要だろうということで、我々はこの授業を早稲田エキスパートゼミと名付けました。でこちらの早稲田エキスパートゼミ、どういったものになるかといいますと、まず実践的なものにするために意識の高い学生のみに絞ります。で絞るために授業料を、特別に、余計に払ってもらうという形になります。で内容としましては、通常の専門的なテーマをゼミ発表を学生にしてもらうわけですが、それに関しまして、講師を2名つけます。講師を2名つけることで、その分野で有識者である方々の本当の、意見の対立っていう、そういった熱い本当のレベルの高い議論、こういったものを聞いたり実際に学生が参加することで非常に実践的な授業になっていきます。でもちろん学生は自習が必要となります。でちょっと図で表してみますと、こちらがゼミ発表をする子 でこの子に対して講師が2名、いろいろ指摘したりして議論を深めていきます。でなるべくここで講師が、講師同士で、大気圏を対決するような形で本当にレベルの高いものにしていくと。でここにもちろん発表者を巻き込みますし、他の学生もジャンプインすると。でそして最終的には学生で、生徒たちが、結論までちゃんと結びつくという、結びつけて自分なりの回答を出すといったところまでやる、そういった実践的な授業にします。で制度としまして、この授業料なんですが、もちろん講師の方のお給料になるんですけど、その他に一部ワールドカフェの運用に充てたいと思います。ご飯をおごったりするので。でワールドカフェでは逆に早稲田エキスパートゼミを宣伝してくれるということで、メンターの方に宣伝してもらいます。で少人数の半期の授業となります。それでは最後に、先輩メンターワールドカフェと早稲田エキスパートゼミを導入した際に期待される効果と結果について、我々のシミュレーション結果をお話しして終わりたいと思います。まず目的は2つありました。1つ目の社会を意識する総大生を達成するために先輩メンターワールドカフェ授業を導入します。すると意識の高い総大生が増加し、世界で活躍し、国内だけでなく海外からも優秀な学生が集まってきます。2つ目の社会に通用する学を高める総大生のため、実践的な専門知識を身につけてもらうために早稲田エキスパートゼミを導入します。現代社会では一つではなく多元的な目線でさまざまな専門分野の幅広い知識と経験が求められる時代になっています。早稲田ではこれを導入することによって時代に即した先進的な工作を有する大学となります。
以上で我々チームパブリッシャーの発表を終了させていただきます。このような場で発表させていただく機会を与えていただきありがとうございました。ご清聴ありがとうございます。